ただみ駅は、福島県南会津郡ただみ町大和ただみあ座上野原にある、東日本旅客鉄道ただみ線の駅である。2013年3月16日大夜改正で、西隣の田子総駅が廃止になったため、以後東北地方で最も西に位置する駅となった。ただみ駅まで運行されていた C11 形上機、機関車による、 貨物列車島式ホーム一面2線に側線を有する地上駅で構内は広い。駅舎はコンクリート平屋で保線詰め所も入った大きなものである。ホームは広い構内の中に構成の骨組みにコンクリートのパネルを敷いたものがポツンとある形となっており、駅舎からホームまで構内通路の上を60メートルほど歩かねばならない。 しかし、合雪時はこの通路両空きが除雪した雪で壁となり、ホームから駅舎の屋根も見えなくなる。会津若松駅が管理する直営駅である。緑の窓口や自動券売機は未設置であるが、ポス端末が設置されている。指定席の発売は料金専用補充券を使用して行われている。駅舎内部の待合所に出殺窓口がある。 校内の大白川方の線路の東側には、珍しい人力で動かす、転車台もあり、下記などに運転される、観光列車、SLI ズタダミ号の蒸気機関車の向きを変える、時にも使用されている。タダミ線は昭和40年代後半頃まで、C11 系蒸気機関車による、貨物列車が運行されていた。転車台はその名残である。豪雨災害前は、 夜間大白が設定されていた。大白川駅当駅間の復旧ダイヤでは、始発、最終列車は大白川駅始発、終着に見直されたために廃止された。2008年2月10日に竣工した改築工事では、待合所に、只見町インフォメーションセンターが併設された。土産品などを扱うほか、下記は、レンタサイクル等も扱う。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車辞任は11人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。ただみ町の中心部にあり、駅前にはタクシー会社があり、町内の各観光スポットへの交通の便が確保、されている。駅周辺の地図は、パンフレット紹介を参照。ありがとうございます。